今から食事代を払います。払います。いや食い逃げ食い逃げ。やあ父さん。やあ息子よ。私のペイペイアカウントになぜこんなにたくさんのお金があるのですか。私に転送してくれましたか。いや捕まえろよ女。食い逃げ目撃したんだぞ目の前で。話していたお金を稼ぐ。こいつお金ばらってねえからな。心配しないでください。このゲームは他の偽のお金稼ぎゲームとは異なります。ダウンロード後1万円現金特典がペイペイアカウントに自動的に入金されます。おーもうダウンロードするだけでペイペイ。他に何を心配していますか。おーええやんええやん。ゲームやるだけで。うわ本当だよ。おお女も今ダウンロードしたら1万円ゲット。他に余裕がない場合はジェムストーンテトラをダウンロードすることをおすすめ。余裕ないよこれは。で簡単にお金を稼ぐことが。やりますやります。5秒かけてダウンロードして試してみてください。オッケー試してみます。どうもおはようございます。藤夏健でございます。さあ、今日はですね広告で見かけたジェムストーンテトラというゲームをやっていこうと思います。なんでもダウンロードしただけで1万円がペイペイに入金されるってことやったんですけど、その真偽のほど確かめていこうと思います。ただ今のところはただのパズルゲームっていう感じですかね。ここからどのようにペイペイがもらえるのか。なんかこれ揃えた時点でなんか1万円みたいな1000円とかなんかもらえてた感じの広告だった記憶があるんですが、特にそんな感じではなさそうですね。なんか普通に広告も特になくゲームをただただ楽しんでるって感じなんですけど、ちょっとこのゲームむずいっすね。シンプルにちょっと難しいんですけど、なんか上の木が今レベル3になったんで、あの木を育てたらお金のなる木なのかなみたいな、今のところはなんかそんな感じなのかなぐらいですかね。つうかちょっと詰まりそうですね。もういっ、ああ終わった。いや終わったけど特にお金がどうこうっていうのがないですね。なんかこの木のレベルが上がったとて、なんかああなんかああこれお金か。なんか消し、ああなんか特殊ブロック、ああただのアイテムな感じでしたね。周りのやつもこう一緒に巻き込んだり分割してくれたりしますよっていうなんかアイテム、ただのアイテムですね。こう木のレベル上げたとてマジで何もないんすけど、なんだこれ大丈夫か。なんかただのパズルゲームやらされてる感じですね。ダウンロードしたら5分でペイペイに1万円入金しますって言ってたけど、少なくとももう今10分ちょいやってるし、なんもないですね。3連鎖みたいなのしたけど特にお金は関係ないし、あれガチのただの詐欺広告ですね。お金もらえるゲームじゃねえ。ちょっともう詰まりそうですね。これはもう無理ですね。何にもねえから。はい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 。ということで9666点でした。普通のゲームじゃねえかよこれ。9600円もらえますだったらわかるけど、ただのゲームなんで、もうランキングとかもあるし。はい、ということでジェムストーンテトラ、ただのゲームでしたので、なんか面白そうだなと思った人はぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。あーまた新しいやつや。16万。1時間で16万で2時間で10万なの。3時間で20万。あーすごいね。めちゃくちゃもらえるやん。はい、めちゃくちゃもらえるやんこれ。ああ昔ビンゴのやつやったけどね。ただまあ桁がちょっとおかしいぐらいもらえてるんで、これはちょっといいですね。50万。ええやん。ちょっとやってみるか。ほっ、どうもおはようございます。藤夏健でございます。さあ、今日は、広告で見かけたキャッチビンゴコレクターというゲームをやっていこうと思います。あーこの BGM あれだな、詐欺ゲームの定番 BGM じゃねえかよ。まあいい、とりあえず10万円とか50万円とかもらえるっぽいのでやっていこうと思います。なんだこれ。あーなるほど、黄色く光ったところは開けられますよと、手動で開けないといけない感じですね。なるほど。で、あーまあ宝箱があるんで3もはスマート。あーなるほど、
あ、開けたら上のゲージ溜まってそれでお金が増えるよと。今50円なのかな。いやこれ多分ゲーム内コインだから現金とは関係なさそうだぞ。あ、広告見たら50増えるけど、まあまあ いらんでしょう。ちょっと待って、これなんだ。最後までやってみるか。とりあえず今お金がどうこうみたいな表示が、リアルマネーがどうこうみたいな表示がちょっとないんで、ちょっとまあやってみるか。ビンゴになるか最後までやらんとなんか出てこうへんパターンな気がする。あ、24か58。あー、トリプルリーチ。58、248。あ、28、28。あ、28ねえわ。やばい、あと3投、あと3投。ちょっともうビンゴになってくれないと点数、あ、8。ええやん。こっちか、こっち、ビンゴ。どうなる、こっからどうなるかよ。あ、ビンゴ、ええやん。で、あらの、うわー、ゲーム内コインだけだね。あ、まあ3倍止めるけど、これゲーム関係ねえだろ多分。いやいや、ちょっと待って、じゃあもう コインとかどうでもいいのよ。どう、レディーゴー。いや次始まったよ。違う。ちょっと待って、これお金がもらえるゲームじゃないとするとこんな面白くねえゲームねえぞ。なんで家で一人でビンゴやるんだよ。ビンゴなんてもなんか嬉しくもねえよ特に。なんだよこのゲーム、ゲームでもねえよもうもはや。いやでも2回目から広告見んといかんのかい。だ誰が見るんだよこの広告。コイン増えて何が嬉しいんだ。ちょ待って、マジで待って、ちょっと全然お金もらえるゲームじゃねえ。なんもないよな。日本語のひらがながバカっぽいんだよ。あー、これか、お金増やしてこれ買うだけか。なんだよこれ、ビンゴでお金増やしてまたビンゴカード買って、またビンゴやってまたビンゴカード買って、何が面白いんだこのゲームは。はい、ということで今日は全然面白くないビンゴゲームを紹介しました。ダウンロードしないで大丈夫です。プレイすることで、あの親父の息子やんけこれ。こいつがまだ進めてんの。あー、何、マージナイトモンスター&ボックス、ちょっと面白そうじゃねえかよ。あー、古い千円札が古い。ただまあ5,000円か、リアルだな、ありえるな。どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、広告で見かけたマージナイトモンスター&ボックスというゲームやっていこうと思います。なんかめちゃくちゃちゃんとしてんだよな、モンスターの感じといい。なんかゲームとして、おわ、なに、ゲームとして面白そう。なにこれ、合併して敵倒すって感じ。あー、ちょっと野菜合併する爆発の感じあるけど、なに、ちょっと面白いじゃんこれ。おーおーおお、あー、で、あー、進んでいって、あー、はーはー、なるほど。あ、でこれボス倒したらお金もらえるみたいな感じかな。あ、分かった。右上の2分の2って書いてあるけど、7か、7を作ったら1ダメージ与えるよみたいな、多分そんな感じですね。はいはいはい、あ、OKOKOK。 あー、でも全然ゲームとしては面白い。なんかいっぱい合併するからなんかやってて楽しいし、予想が合ってればこれでダメージを与えるはず。どうだ、あー、やっぱそういうことだね。あー、結局弓なんだね。結局攻撃手段は弓なんだけど、まあそういうことですね。なのでこれで7作って、こいつ撃破と。あ、OKOK。 あ、ゲームとしてちゃんと面白いですね。 OKOKOK。 これでちょっと、楽しんではいますけど、まああのボス倒して、あのいくらぐらいもらえるのか、まあ5000円って書いてあったけどね。これでボスですね。さあどんなボスが出てくるのか、まあそれはちょっと楽しみではあり、あー、広告初めて。ボスバトルがどんな感じかにもよるけど、あー、まあまあ普通の感じだね。まあ7と8作らんといかんから、まあまあ時間はかかりそうですけども、敵が攻撃してくるとかいう概念がまあないんですよね、とりあえず。なのでパズドラみたいなね、ちょっと急いでやらないといけないとかそういうのも全くないですね。これはさ、全く無抵抗のモンスターをただただしばくゲームなんですよね。まあまあ、ちょっととりあえずこいつ倒してどんな感じになるのか、ちょっとまあ見ていきましょうか。
あーこれでいける。よし、やっとできる。結構やっぱ8は大変ですね。オッケー、さあこれで5000円札とか出てこい。おーい、ちょっと待って、マジうっすらなんとなく感づいてはいたけど、お金もらえるゲームじゃねえこれ。ただのなんかぬるいパズドラだよ。ぬるいパズドラ、普通のゲームでしたこれ多分。なんかアイテム使っても特になんもないし、うおい、これをただのゲームとしてやるには面白くねえ。お金もらえるゲームとしたらだいぶ面白いけど、お金もらえないゲームだったらパズドラやるわ。ちょ、マジでなんもねえじゃん、お金もらえる気配が。ねえ、まあ、ということで、今日はマジナイトなんたらドラゴンみたいなのやりました。ぜひともダウンロード、いや、しなくていいです、面白くないです。お金を必要方はぜひ、必要な方な。こんにちは、お金が必要ですか。ちょっと待って、はい、おお、あの親父じゃねえかよこいつ。おい、急に落ちぶれて、何ペットボトル集めてたの。お金をもらいました、どうもありがとう。お金もらえたんだ、おめでとう。お金を出して好きなものを買いましょう。こんにちは、お金がいりますか。いろんな人に声かけんな、はい、こいつが。スマホを取り出して、スマホってなんだよ、スマホかスマートフォンって言え。スマホってなんだよ、ゾマホン見て言いやがって。何をやっても、いや、ゾマホンみたいには言ってないけども。お金を稼ぎたい限り、もダウンロード。オッケーオッケー。28,000円な、初日28,000円な。やるぞ。それでも信じられない場合は。ペイペイじゃねえぞ、ペイパルだぞ。大丈夫か？お金を受け取ることができるかどうかを確認して。ああ、確認するわ。稼ぎたい場合はビデオの下部にあるリンクをクリックし、もダウンロードして。オッケー、やったんよ。どうもおはようございます。フジナッツケンでございます。さあ、今日は広告で見かけたロベリースロットというゲームやっていこうと思います。まあ普通にスロットか、スピンを押したら普通に回りますね。で、2万8000円を稼ぎたいと思ってる。あ、ビッグウィン、これゲーム内コインですね。全くお金関係ないですね。あ、スキャッター来た、スキャッター来た、もう、あー来た、あー、これでフリースピンで、これでお金もらえるか。フィーバースピンでした、フィーバースピン。ああ、勝手に回る、勝手に回るんですね、フィーバースピン。あ、ワイルドが、ワイルドがいい感じ。ああ、まあエピックウィン。ちょっと待って、フリースピンも普通のスピンもある程度もうなんかありそうなのはやったけど、なんもね。またか、またやったか、これねえな、なんもねえな、そういう感じは。お金もらえるゲーム感ねえな、これ。どうやら時代が変わって、お金がもらえますよのゲームは、全然ただの普通のゲームのことが多くなりました。こんなゲーム、やらない方がいい！